コルネリアと夫、ピーテルクノール、および娘たちの肖像。1665年、ヤコブ・コーマンがコルネリア・ファン・ネイエンローでは、バタビアの実業家。オランダ人と日本人の子供として、平戸に生まれ、江戸時代の鎖国政策によって、オランダ植民地のバタビアへ追放された。バタビアでは東インド会社で働く男性と結婚し、投資などの事業を行った。 しかし再婚した相手が彼女の資産を求めたために争いとなり、バタビア社会やオランダ本土も巻き込んだ訴訟となった。彼女の生活や訴訟を通して、17世紀当時の植民地における根結女性の生活や、バタビアの社交界、日本との関係、夫婦財産契約の不平等を伺える記録となっている。父親のコルネリス・ファン・ネーエンローでは、 デリフト出身の東インド会社の商館長、母親はスリシアという日本女性だった。コルネリスは1623年から平戸でオランダ商館長を務め、二人の日本人女性を愛人とした。トケシオという女性との間には、ヘステル、スリシアとの間には、コルネリアが生まれた。コルネリスの死後、東インド会社は、コルネリスが不正に蓄財したとして、 財産の差し押さえを行い、他方で、コルネリスの遺言状にある家族への支払いは行うと決定した。東インド会社の決定により、コルネリアは姉にあたるヘステルと共に、バタビアへ送られることになった。同じ時期に、徳川幕府は1639年の鎖国令によって、オランダ人やイギリス人の妻になった女性や子供たちを、バタビアに追放する決定した。しかし、 スリシアやトケシオはすでに日本人と結婚していたため追放されず、コルネリア・ヘステル姉妹は孤児としてバタビアへ送られた。1667年のバタビアの地図、水路が張り巡らされていた。バタビアは東インド会社の貿易で栄えた都市で、ヨーロッパ人、インドネシア人、中国人、日本人らが生活していた。バタビアの日本人社会は、六百二十年代に、 東インド会社の傭兵によって始まり、1639年に幕府によって追放された人々が加わった。17世紀の日系人の総数は、最盛期で300名から400名だった。当時の状況から、コルネリス姉妹はバタビア到着後に、孤児院で育てられたと推測されるが、記録は残っていない。孤児院を管理する孤児財産管理室は、 孤児の財産目録を作成し、24歳の成人に達するまで孤児を貢献し、その財産を管理する役割があった。バタビアでの日本人の結婚は、日本人同士よりも他民族との間が多かった。東インド会社もアジア人女性との結婚を奨励した。コルネリアの姉ヘステルは1644年に結婚し、コルネリアは1652年に ピーテル・クノールと結婚した。夫のピーテルは、当時のバタビアで最も裕福な市民に含まれる。1647年から事務員補として働き、商務員補や水道館を経て1663年には、バタビア城の首席上級商務員となった。住まいもバタビア城内から移り、随一の美しさとも言われたテーヘル運河沿いとなった。東インド会社では、 職員による死亡益は禁止されていたため、妻たちが死亡益や不動産、氷菓子を行った。コルネリアもそうした活動で資産を運用した記録がある。コルネリアが家族と暮らしたテーヘル運河の風景。コルネリアはピーテルとの間に10人の子供を産んだが、成人したのは息子のコルネリス一人だけとなった。コルネリアの母スリシアは、平戸のハンダゴエモンと結婚しており、 コルネリア母に宛てて、ハンだけに手紙や贈り物を送った。このうち1663年と1671年の手紙が現存しており、内容は、コルネリア自身や家族の消息、ハンだけから届いた手紙や贈り物への感謝、母への気持ちなどが書かれている。1671年の手紙は、かな文で書かれており、コルネリアが、 バタビアの日本人から字を習っていた可能性がある。贈り物はパルカレ、サレンポーリン、バティックなど主にインドや東南アジア産の綿織物であり、幕府によって禁止されていない品物だった。また、自分のに姿として女性像を彫った小ついたてもスリシアに贈っている。これはハンや絵画などを贈ることが禁止されていたためだった。バタビアでの交流関係として、 長崎出身のキリシタンである、浜田スケーモン、コルネリアの子供の名付け親や洗礼に立ち会ったもので、あるスザンナスヘモン、フェンメチテンブルケ、サラデソレムラがいる。交流の記録から、コルネリアがバタビアの上流の社交会で活動していたことがわかる。姉のヘステルは二度結婚し、一度目は東インド会社に勤めたイギリス人の注意、マイケルとレザー、二度目は、 アベリス・ベンティングで、ヨハンという息子がいた記録がある。ピーテルは1672年に病死した。ピーテルは遺言によって、子供に対する権利をコルネリアに移譲した。コルネリアは、子供の貢献人となり、子供は、成人時に4万レークスダールダーを受け取る権利を得た。ピーテルはさらに、財産の一覧表や目録を、第三者に渡すことを禁じるとも遺言した。 これは財産目録が当局にわたって紛争になることを避ける意図があった。コルネリアは夫の財産を相続し、投資などの事業を行った。ピーテルが気に入っていた奴隷のウントゥンスラパティは息子のコルネリスが成人した時に譲られたが、待遇に不満を持って逃亡した。後にスラパティは数百人の元奴隷のリーダーとなり、 マタラム王国のアマンクラット三世とも協力して東インド会社に対して反乱を起こした。クノール家の肖像画に描かれたコルネリアの横でオレンジと旗を持った男性をスラパティとする説もある。コルネリアは1676年に裁判官のヤン、ビッターと再婚した。ビッターは皇帝弁護士だが侮辱を受けたと感じると 法律的な防衛に訴える癖があり、弁護士としての経歴は失敗した。そのため、植民地で東インド会社の法律家を目指して、バタビア裁判所判事となったが、旅の途中で妻を亡くし、バタビアでコルネリアと出会った。ビッターは子供4人がおり、経済的に苦境だったためコルネリアの財産が魅力的であり、コルネリアはビッターの学歴と判事の地位が、 魅力的だった。当時のオランダの法律では、夫がいる女性には、契約をする法的権利や、契約の履行義務がなかった。結婚すると、妻は、法律的に劣れついとなるため、コルネリアは、法律顧問の力を借りて、自分の財産を守るように契約を作った。結婚した後に、財産の扱いなどをめぐってコルネリアは、ビッターと喧嘩が絶えなくなった。ビッターは、 コルネリアの要望を嘲笑し、奴隷を打つ仕事で彼女を叩き、ダイヤモンドの購入や為替送金によって、財産を横領した。コルネリアは、ビッターを財産に対する窃盗と虐待で告訴した。東インド会社の17人会は、ビッターのダイヤモンド購入を密貿易とみなし、1677年に、ビッターを無役、無休で、オランダ本国へ召喚することを決定した。 ビッターはオランダに帰国した後1681年にホラント州裁判所でコルネリアを訴訟した。コルネリアの全員資産を差し押さえさせてビッターの所有にしようとした。バタビアのコルネリアにもこの訴訟の知らせが届き彼女はハーグの弁護士アドリアン・ファン・ステルフェルトに代理を頼み訴訟はコルネリア側の勝利となった。ビッターはバタビアでの最新のみが 望みとなり、バタビアに戻って、再審を請求した。再審は認められて、コルネリアの敗北となり、バタビアで再び、コルネリアとビッターの争いが起きる。テーヘルンガで、ビッターは、コルネリアを負傷させたが、ビッターは、判事の地位を利用して、事件を目撃した商人たちの証言を返させた。また、ビッターは、再び交わせて型を使って8000レクスダールダーを、 オランダに送金しており、コルネリアの資産をオランダに移そうとした。バタビア総督のヨハネス・カンフ・フィスト理事会は、コルネリアとビッターの法廷闘争はオランダで決着をつけるよう決定し、コルネリアの資産は、関罪人に任せることとした。1687年にコルネリアとビッターは別の船でオランダへ向けて出発し、コルネリアは衰弱した状態で、 息子夫妻や孫たちと共に船に乗った。コルネリアは旅の中で健康を取り戻すが、加齢のため頼りにしていた息子のコルネリスを亡くした。オランダのホラント州高等裁判所で開かれた裁判はコルネリアの望む結果とはならなかった。1691年7月、コルネリアには夫の元に戻って暮らすように命じ、ビッターは、 コルネリアの収入の半分と財産の要益権を得るという判決が下された。コルネリアはこれに従わなかった記録が残っている。1691年9月に予定されていた審理が開かれなかった点から、コルネリアはその前に死去したと推測される。ビッターは訴訟で8500レックスダールダーを手に入れたが、その他のコルネリアの資産は手に入れられなかったとされる。 その後のビッターが子供や孫の資金を自らの用途に当てている点や、コルネリアの正式な遺産相続人は彼女の孫であるアンナとヤコブスになっていた点などが根拠となる。コルネリアのバタビアでの生活については、岩生成一の1978年の論文によって初めて詳細に明らかにされた。1986年には、レオナルド・ブルッセイによって、 コルネリアのオランダへの旅を含めた電気が発表された。コルネリアやヘステル姉妹のバタビアでの記録は、オランダ改革派協会の出生、婚姻登録簿とバタビア地方文書館、交渉人文書に残っている。平戸観光資料館には、コルネリアからスリシア宛ての書館が展示されている。コルネリアは、父コルネリスの50回帰を迎えるにあたって、 ハンダ家にクヨウ島の混流を頼み、1682年に本聖寺にクヨウ島が混流された。本聖寺は明治時代に廃寺となり、クヨウ島は総統州の随雲寺に移された。アムステルダム国立美術館の海外誌部門には、クノール家の家族の肖像画が展示されている。コルネリアと夫のピーテル、二人の娘カタリーナとヘステルが描かれている。作者は、 ヤコブ・コーマンでピーテルの経歴の中で最盛期の頃に依頼されたと推測される。当時のヨーロッパの夫婦財産契約では夫が妻の財産を管理するのが通例で妻は法律上の地位が低かった。このためコルネリアもビッターとの裁判で不利になった。また17世紀の司法は研究家が法律家の楽園と表現する状況にあり、例えば一般市民が 裁判所に三次議員への訴訟を求めようとしても無意味だった。こうした点からも判事の夫に対してコルネリアが不利になることは避けられなかった。コルネリアは根結ではあったが法的な地位は本国のオランダ人女性と同様だった。出自は問題とはならずバタビアで財産を運用することも可能だった。同時期にバタビアで暮らした女性であるオハルも 財産を築き、遺言を主体的に作成していた。他方、コルネリアラが追放された後の日本では、外国人との間に生まれた人々は国外へ出ることを禁じられ、財産を築いたものは、わずかだった。ありがとうございます。